原さん、はい、先週末臨時国会が終わりました、はい、そこでまた各社の世論調査が行われまして、うん、読売新聞ですと内閣支持率は 25% ということになっています、うん、はい、でこうもうどんどん下がっている状態なんですけれども、はい、今の、まあ、菅内閣の状態を田原さんはどう見られてますか？僕はね、この、菅内閣の支持率が下がっているということよりもやっぱりね、自民党も公明党も含めてね、まあ、もう国民がね、今の内閣に、今の政党にうんざりしてんだと思う。嫌になってんだと思う。ということは、うん、もう全ての政治にということです、うん、はい、民主党に限らず、はい、というのはね、この間臨時国会が3日で終わりました。で、64日間やったんですね。64日間、2ヶ月以上ですね。この中でね、まともな議論が行われたかと、ほとんど行われてない。つまり、例えば今度の、まあ、予算ですね、この予算審議なんですよね。と、例えば、このね、これ何度も言ってるんですけども、今年度の予算見ると歳入が37兆で、歳出が92兆、もう歳入より歳出が3倍も多いんですよ。これ企業なら倒産ですね、当然。で、しかもこれをどうする、これをね、何とかするために、借金が44兆、つまり入ってくる金より借金の方が多いんですよ。そしてさらにこれだけ足りないんで、平成の埋蔵金というのは10兆以上、まあ、いわば貯金みたいな取り崩しみたいな感じになりますよね、はい、むちゃくちゃでしょ、はい、むちゃくちゃでしょ、はい、で、しかも問題は来年度予算について、多分来年度予算は入りが少し増えるかな、税収が多少増える、はい、2、3兆増えるかもしれない、うん、だけど、ではきっとね、全く減らない、うんね、でこれはアンバランスですね。で、借金が多分44兆に収まらないね、また何かいろいろ引っ張り出してくるんでしょう。で、問題はこの次なんですよ。むちゃくちゃな予算でしょ。で、例えばこの64日間この予算は良くないよと、これは根本的に変えるべきだという意見がどこからも出ない。自民党からも公明党からも出ない。例えば普通ならばね、こう見ればもう一回、入りが37兆ですね、出が92兆でしょ、はい、一般企業ならどうする、こういう時。そうですね、収入が37兆、まず出ていくのを減らそうとします。出ていくのを減らそうとする、はい、どういうふうに減らす、どういうふうに減らす、節約。節約ってどうするの、ね、経費、え、例えば、まあ、文具って小さいですけど、まあね、経費を減らそうとする。テレビで言えば、今何やってるかって制作費削減なんだよね。と、制作費削減っていうのは制作費のコストを安くする、うん、で、例えばテレビ局がプロダクションに、ね、発注しますね、発注する、はい、値段をドーン下げる。それから、例えば出演者の値段をドーン下げる、人件費ですね、うん、はい、さらに、このテレビ局で働いてる人たちを減らす、リストラですよ、だんだん。それで今に、つまり社員の給料も減らすと、こうやってるわけね。そうすると、それが具体的なんですね。おそらく企業、一般企業も同じことやってると思う。じゃあ国どうすればいい、減らすために何する。まずやっぱり人件費考えますよね。誰の人件費、本当は国会議員のお給料がちょっと減らしてもいいような気がしますけど、いや、まあ、国会議員と国家公務員、はい、あと公務員ですね、 あるいはその自衛隊とか、はい、いろんなもの減らすとしてね、こんなん減らしたってね、一兆にもならないね。民主党は2割削減って言って2割削減できないんだけど、どうするじゃん、どこ減らす、92兆から1兆減らしたって91兆じゃん、まあ、テレビ局でいう制作費みたいな、どこ減らすだから、そうですね。でも福祉などは減らせません、ね、だから減らすんですよ。もしね、一般企業で言うなら福祉を減らし、うん、教育を減らし、あるいは医療費を減らし、あるいは地方へ出す金を減らす、やっぱりそこにメスを入れないと。でも今一生懸命そのために仕分けやってるわけですね。仕分けでほとんど減ってない、減ってない、うん、実際は。で、いや、だから民主党は自民党の予算は無駄が多いと言った。で、民主党は初年度で7兆円減らすと言った。実際減ったのは
仕分けで減ったのが6900億、まあ、ほぼ一兆もない、一兆もない、ね、それでじゃ あのやっぱりね、収入を増やすってことを考えるよね、普通は企業は、はい、でもっと売り上げ上げろと、一生懸命売れと、で、で国が収入を上げるってのはどうするの、税金をいっぱい入ってくるようにします、増税ですよ、だから、はい、消費税を今 5% を 10% にするとかね、だから収入を増やすか税を減らすか、自民党も公明党も何にも言ってない、民主党も何にも言ってない、つまりね、あの野党と与党からね全く違いがないのよ。そう、あの中身のことを本当に語ってない気が。いやだから、だって自民党がね、じゃあ消費税上げられるかと、上げると言えない、それからじゃあ福祉は何か切るか、切るとも言えない、何も言わない、あの野党なんですけど攻撃できない、言えないっていうのは なぜですか。これはね、うん、あのそこが問題ね、まあ、まず言いたいのは、はい、だから、64日間ガン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 やったふうに見えたけど、うん、何にもやってないで、何かと、何にもやらないから上げ足取りばっかりやってんだよ、ね、蓮舫さんがね、なんか写真撮ったとか、戦国さんの何か言ったことが、例えば自衛隊がね暴力装置と言ったことがけしからんとかね、もうこれも前も言ったように、別にね必然でも何でもない、はい、でなんでそういうことも上げ足取りばっかりしてるかというと、本当の論議はできないから、違いがないんだもん、自民党も公明党も民主党も全く違いない、違いがないで、違いがなくて今のままで良ければいいんですけど、いやいや全然ダメなわけですよね、そうじゃないよ、ままじゃ違うって、違いがないのを、違いがないったら論議にならないから、むちゃくちゃの論議やってるわけだ、わかる、でもすいません、ちょっといいですか、はい、違いがないと言っても、でも今のよさこのままではいけないのはみんな分かってるわけですよね、なんでいけない、いやこのままいったら借金は増えるし、うん、税収入ってくるお金も増やすように、うん、例えばじゃあ増税なのか、それか経済活性化するのか、その方針が見えないのが、うん、いやだけど、うん、いや見えないって言う、なんで言えないんだと思う、自民党も、自民党も公明党も民主党もなんで、あの参院を増やして言えないんだと思う、怖いからですか、選挙が、何が怖い、選挙が怖い、選挙に負けるから、はい、なんで選挙に負けるんだと思う、増税というと、あの消費税作った時も竹下内閣が壊れたように、やっぱり国民ってこう反応、まあ、そこ今日ねそこ言いたいの、つまりね、はい、国会議員はね国民しか見てない、で僕はね、例えば本郷さんの中にね国民っていう面が半分あるの、はい、あとの半分はね市民っていう面があると思う、市民っていうのはどこに住んでる、今品川区です、うん、とね、品川区のね区民でもあり、東京都の都民でもある、この品川区の区民とか東京都の都民っていうのはね、これ市民なんだよね、でさらに言うとこれ、ね、国民っていうのはねエゴイストで無責任なの、だって本郷さんもねやっぱり増税嫌でしょ、そうですね、いいの、もっとやれ、嫌かいいかって言ったら嫌ですけど、でもこのままいくと国が、だって菅さんがこの間参議院選挙の時に 10% に増やしたら、わーっと反対で引っ込めたって、